上原浩二の雑談魂、雑談魂。まあ、回しないところでちょっとね、今永選手を呼んでみたいと。いや、すみません、私がまず、はい、左ピッチャーフェチなんですよ、結構実は。おお、はい、左好きなんですよ、左の左利きだからね、自分が左利きなんで、はい、で、左のものすごく綺麗なフォームのなんで、今永慎二さんのようなフォームです。で、今永選手のフォームすごく好きなので、はい、ぜひ本当にお会いしてみて。左ピッチャーの綺麗な人、はい。まあ、あとは今永選手に関してはキャラクターがちょっととても気になる。喋ったことはないです、全くないです、全く面識もないですし、うん、彼って今何歳？27、28ぐらいですか、ね、あ、じゃあちょうどいい感じの年やね、野球にとっては。いや、なんか密着もねあったんで、それもテレビで、あ、テレビで NHK でしたよね、密着確か見たんですけど、うん、なんかすごくなんか面白い方なんですよ、なんか、うん、そそられる。じゃあ考えてるんで呼んでみましょうよ、はい。上原さんって現役で親交ある方って、まあ、その鈴木誠也選手とか以外だとどうなんですか？いや、誠也っつっても事務所が一緒なだけで、ご飯とかも別に食べたことないし。あ、そうなんですか、うん、ほぼ、だからご飯食べに行ったことあるのはほぼジャイアンツの選手。あ、まあ、それこそ、まあ、全日本とかで一緒になった藤川球児とか、うん、大輔とか、そういうところは連絡取れますけど。 まあ、あとライアン選手とか、ライアンとかはね、いや、ライアンはもう強制に出します。強制すごい。ライアン、高橋奎二を置いて2人でもうチーム上原ですね、もうそこは。ここはもうちょっと反省会させてもらう。じゃ結構会ったことない方の方が、いやいや、そっちの方が全然多いよ、うん。へー、だってそれこそね、横浜の選手だって誰もわかんない。いや、もういろんなこと向きにして、もう本当純粋に上原さんが会ってみたい選手って誰ですか？いや、いっぱいいるな。すごく気になります。話聞いてみたいのは柳田選手も聞いてみたいし、それこそ大野選手も聞いてみたい、うん。そうだな、ロッテで誰だろうな。市川君も面白そうだな。あ、なんか、うん、気になりますね。涌、うん、井も呼んでみたいな。涌井選手は知らない間柄じゃないから。涌井も日の丸で一緒にやってるから。そうそうそう、だってもう涌井選手って言ったら、もう私は同い年なので、だからギリギリ33、34の選手が一緒に日の丸背負ってやってるんで。そっか、1986年、はい、もうそれより下なるとちょっと分かんないですね。だってあの時で一番若いのが、それこそだからダルがいて、涌井さんがいて、成瀬がいてとか、その辺なんで、多分だからそこよりも下は多分知らないですね。あ、そうですか、うん。むしろ上と一緒にやってる感じだったんでね。すごいな、なんか涌井選手と上原さんが喋ってたら、うん、すごい個人的には胸熱ですね。やっぱ甲子園見に行ってるんで、涌井選手投げてる試合見てるんで、うん、だってもうすごいヒーローで、やっぱり、うん、で甲子園の星っていう雑誌あるじゃないですか。 ね、あれとかもやっぱいろいろ高校野球雑誌もいろいろ読んでて、で甲子園の星になんかご家族も載るコーナーがあるんですよ。 お母さんのお話みたいな、うん。で、涌井選手のお母さん、達子さんって言うんですよ。達子さんの取材を受けて載ってて、甲子園行った時に涌井選手を見るより先に達子さんを発見しました。達子！そのお母さんの名前知ってるとかマニアックすぎる。もう友達と大興奮で、今なんて達子さんだよねみたいな。すごいね、まあ、そこを考えるマリーちゃんがすごいわ。いや、もう高校3年生の私はそんな女子高生でした。はい、すげえな。高校3年生でそうやって追いかけられんのか。いや、もう興奮でしたね。勉強で必死やったな。夏終わったと。いや、ちょっと上原さんと涌井投手の話を聞いてみたい。甲子園出たことないしね。見に行ったことあるけどな。あ、東海系列でね。あ、はいはい、応援に行かなかったって。それこそ東海大相模か、はい、相模対帝京の時やった。あれ、三沢さんって帝京だよね。はあ、すごいいい試合ですね。そう、だから1個上のやつを応援しに行った。へぇ。で、東海大相模は確か吉田さんっていうピッチャーの方がいて、はいはいはい、吉田さんと三沢さんのなんか投げやったと思うんですけど、はあ、それを見に行った。覚えてますか、よく。レフトスタンドの方やったんで、レフトというかサード側の方だったんで、まあ、遠くから、ああ、すげえなと思いながら。
もうほんまに僕の高校時代はすげえなってしか見てないんで、自分がプロとかって一切考えてないし、それはまたなんか不思議な、うん、すげえなと思いながら完全に他人事です。あ、うん、でもそれがね、上原さんもそうやってプロですね、うん、すげえなですね、それはまた すごいな、何でもすげえな、でも現役選手だからすげえななんですよ。上原さんやっぱりね、おっしゃいますもんね、現役選手が現役選手が一番すごいんですから。他誰かな、会いたい方いっぱいいるけどな。じゃあそれリスト書いて持ってきて今度。そんなこと言ったら大変なことになります。いいよいいよ、そんなの20人30人いいよ、なんで呼べる人をこう呼んでいこうよ。またあの私あの数年前に大学院にちょっと行ってたんですけど、うん、その時 あの研究テーマが、うん、プロ野球選手 あの SNS の、 その、うん、まあ、使用についての、まあ、研究だったんですよ。いろいろね、あのインスタグラムの、はい、研究したんですけど、うん、結構話を聞いてみたい選手いっぱいいて、うん、やっぱり皆さん あのどういう投稿してるかという分析をしたんですよ、うん、全員の調べましたからね、全選手のやっぱ傾向が出るもんなの、あれって。あ、出ました出ました。で、あのもう本当簡単なの、その入り口のどうしてもその生理研究という形になっちゃったんですけど、うん、あのやっぱりあのオフシーズンの投稿の方が多いとか、なんかやっぱりみんなからね、まあ、そりゃそうですよ、はい、あのシーズン中ってなかなか出せないです。そうなんです。で、オールスターの時期になるとちょっとまた増えるんですよ、うん、あのオールスターで出てる選手はやっぱ他球団の皆さんと撮った写真が出るとか、うん、はいはい、であとはあの逆にあお休みの方はやっぱそのオフでしたっていうのでどこか行きましたっていう写真を上げられたりとか、まあ、あと成績がいい人が頻度が多いでしょ。成績悪かったら一歩引いちゃうんで。でもそこがまたあんまり、うん、ちょっとまたこれが面白かったのが、トップ10の選手の傾向を調べたんです。あのフォロワー数のトップ10の選手をリストアップして調べたんですけど、トップ10の選手ってやはり皆さん基本的にタイトルホルダーなんですよね、何かしらの。 もちろんそうじゃないですか。なんですけど、あの1人タイトルじゃない方がいたんですよ。どなただと思います？頻度は頻度を上げてる人で、あの、まあ、頻度といいますか、それ何年前だ、私が研究とか大学院行ってたのは2018年ですかね。 2,3 年前、はい、2,3 年前のそういう SNS を結構上げてて、ちなみにあの1位は中田翔選手でした、フォロワー数ー、その当時の1位は。でも上げてるイメージないけど、いや結構上げてますよ。あ、俺がフォローしてないだけか。中田選手は結構シーズン中でも割と今でも結構上げてる、頻度高く。あ、じゃあちょっとフォローして見てみたいな、はい、上げてらっしゃいますし、うん、1回の投稿で上げてる写真の枚数がすごく多い、はい、選手ですね。プライベート誰だそのタイ、パリーグの選手、パですね。うん、雑談魂でもたびたび名前が、まあそう、はい、出てる選手、パリーグの選手でたびたび上げてる人って誰だ、はい、友崎選手とか。友崎選手じゃないですね。あ、聞いたら、あーってなる。誰だそれ、誰だ。杉谷選手。そうですよねってなりますよね、うん、杉谷選手すごいんですよ、うん、あの2位だったんですよ、その時のフォロワー数が、うん、まあ、彼はそのオフはちょっとバラエティ系で、そうです、そうです、やっぱ人気があるっていうのも分からなくはないですね。プロ野球選手の皆さんって、うん、結構選手同士の写真多いじゃないですか、うん、あとあのご飯行きましたとか、うん、ね、多いですけど、はい、あの杉谷選手って結構あのバラエティに富んでて、で芸能人の方の多分知り合いも多いので、うん、そちら経由ですごいよね。俺芸能人と誰も知り合いおらんから、うん、本当になんかね、花形ってジャイアンツの選手だったらもう、いや他の選手は多分知り合いいっぱいいるんですけど、僕は芸能人ってブラウン管の人だったんで、の中の人。今すごく年を感じました。もう多分あの若い視聴者の方、うん、ブラウン管って何ですか。もうええやんそれ。僕らのコンビ名は給仕工事です。藤川君に来ていただきました。はい、こんにちは。タイガースからオファーあったでしょ。オファーっていうか、まあ、スカウトすぐ断ったでしょ。すぐじゃない、阪神が。語弊があるぞ、その言い方は。僕の聞いてる情報ではですよ、うん、いや違う違う違う、これ事実ですから、ね、違う違う、僕は今日その答え合わせをしに来ました。合ってない。上原さんにも東京ドームで選手食行くんだけど、これ球児から売ってんの。ちょっと一回映像見てください。マジでこれちょっとバスターの構えじゃなかった、うん、バスターやつだ。なんだこの人と思いながら。もしよかったら、あの
何、阪神に行けばいいの。いつかきび団子渡すんで、ついてきて俺は何、記事にされる上原浩二ですよ